はい、こんにちは、村野さとしです。今回はですね、給食を子供と一緒に食べてますかという話をします。第4回オンデマンドセミナー6月対策講座、あれを防ぐ学級経営、2024年6月1日から6月9日、9日間好きな時間に何度でもご視聴可能です。はい、先生方、給食の時ですね、子供たち飯を作って給食を食べているところが多いんじゃないでしょうかね。まあ、コロナの時はね、みんな同じ方向を見て食べていたんですけども、まあ、今は随分収まったのでグループにして食べたりしてるんじゃないかなと思うんですよ。でその時に先生方は給食をどこで食べてましたか？私はね、子供と一緒に食べることが多かった時期もあるし、まあ、後半はあまり一緒に食べてなかったんですね。やっぱり若い頃はね、子供となるべくこう一緒にっていうのがあって、毎日ね、飯を交代して給食を一緒に食べてました。まあ、そんな時はですね、子供たちとよく喋ってね、バカ話してゲラゲラ笑って、で自分たちの班だけじゃなくてね、他の班の子たちまでこっち見て嬉しそうに、話を聞いてるなんていうことがよくありました。でもですね、さすがに50代ぐらいになってからは、子供たちと一緒に食べるというよりは前でね、給食なんてバーッとね、本当に一瞬で食べてしまって、その残った時間をね、仕事に充てるみたいな感じの忙しさでしたね。だけどね、やっぱり今考えると、子供たちと給食時間中ね、給食を一緒に食べるっていうことがすごく良かったなと思うんですよ。で、子供たちもね、それをとても楽しみにしてくれていたんですね。今日は先生が来るってみんな喜んでくれるのを見てるとね、こっちもなんかこう気持ちが良くなりますよね。ですから、子供たちと一緒に給食を食べるのはね、学級経営上本当に素晴らしい実践だったなっていうふうに思うんですよ。まあ、後半はね、本当に忙しくなっちゃってね、なかなか子供と一緒に食べることはなくなっちゃったんですが、今思えばね、ずっと続けていくべきだったなというふうに反省しています。まあ、一回ね、若い頃私が給食を運んでね、ある班に行こうとしたら、まあ、それをどこに置くかという問題があるわけですよね。で、私のところに置かないでよとかね、あんたのところに先生は置いてよなんて言ってね、班で私が来ることをすごく嫌がっているグループがあったことがあるんですよ。まあ、その時はですね、もうこの班には行かないっていうふうに、私もね、若かったのでね、怒って前で食べたなんてこともありましたけどもね。まあ、そんなこともありましたけども、本当にね、子供たちとは、まあ、多くはね、本当に歓迎してくれて、で、まあ、その時にバカっ話してね、うわっと盛り上がったのをすごく思い出しております。まあ、なかなかね、子供とこう個人的につながる機会っていうのは、意識しないとね、生まれないんですよね。だから、この給食の時間なんかは本当にね、5人ぐらいの子供と一緒に給食を食べるわけですから、いろんな話がここで出るんですよね。で、おとなしい子もね、嬉しそうに聞いてるし、まあ、もちろん元気な子はね、より元気になるし、まあ、今思えばね、そのことが私と子供の人間関係をかなり結ぶ大きな要素になっていたと思うんですよね。ですからね、先生方ね、忙しいとは思うんだけど、まあ、私もね、忙しくなってきてね、そういう子供のところで食べなくなっちゃってましたけども、まあ、できるだけね、子供と一緒に食べるようにしたらいいんじゃないかなと思いますね。まあ、班によってね、おとなしい班や元気な班、いろいろあるんですけども、その私はね、さっきベラベラ自分が喋ってるのと言いましたけども、まあ、喋る子がいる班ではね、喋らせておけばいいし、おとなしい班ではね、先生がどんどん子供に話しかけるような感じで楽しく給食を食べるという時間にすればね、本当学級経営的にもね、素晴らしいものになっていくんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけでね、今回は給食を子供たちと一緒に食べましょうという話をしました。はい、そしてですね、第4回オンデマンドセミナー6月対策講座、あれを防ぐ学級経営です。6月の1日から6月の9日実施いたします。もうすでにですね、10名程度の方がお申し込みをくださっております。ありがとうございます。今回はですね、6月ということで、いわゆるですね、あれの6月といわれる6月をですね、どういうふうに過ごしていったらいいのかという話をさせていただきます。もちろん前回までのね、4月編5月編と関連してるんだけども、6月は本当に子どもたちがこう少し楽しくなるようなね、活動を意識的に入れていくことがね、重要になってきます。で、まあ、授業は授業でね、発展させてやっていくわけですけども、学級経営の方はこういろんな変化をね、子どもがね、あって驚くような変化を
教師の方から提案していくという形がねいいんじゃないかなと思うので、まあ、そういう実践をね、紹介していきたいなと思っています。ぜひ、ご参加ください。はい、というわけでね、今回は子供と一緒に給食を食べるという話をさせていただきました。はい、もしこの話が良かったなと思った方はですね、チャンネル登録をお願いします。コメントもお待ちしております。メンバーシップというですね、有料サイトもやっております。よろしかったらご参加ください。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。